西口改札口水穂台駅は埼玉県富士見市東水穂台2丁目にある東武鉄道東上本線の駅である。駅番号は TJ16。島式ホーム1面2線の地上駅で、京上駅舎を有している。出口は西口と東口の2カ所がある。ホームと改札口との間はエレベーターエースカレーター、階段で連絡している。西口から改札口までは、 上りエスカレーター、東口側にはエレベーターが設置されている。3機のエレベーターは、直進に方向型で入り口で、車椅子にも対応しており、エレベーターと改札内の多機能トイレ設置費用の一部は、国土交通省及び、富士見市、三好町が負担している。エレベーター設置に際しては、主張となる、発射標と電線を吊るしている鉄塔が移設された。 2007年12月から2008年1月にかけて改修工事が行われた。東口、西口とも東部ストアが入居する駅ビルとなっている。2020年度の1日平均乗降人員は3万1621人である。近年の1日平均乗降、乗車人員は以下の通り。水戸駅付近空中写真より、駅開業3年前駅周辺地域には、 住宅や団地が広がり、ベッドタウンの様相を見せているのに加え、多数の店舗が集積している。周辺踏切の福音は狭く、自動車を利用するには不便だったが、何度か拡幅工事が施行された。学習塾も多数進出している。駅周辺に計15校以上に及ぶ。埼玉県南部はニュータウンが多く、児童生徒もまた多いことが、 特に小中学生を対象とする私塾の数に現れている。東口かつては東部バスウエストが敷駅業のバスを運行していたが2012年6月24日をもって廃止された。西口開設当時の駅所在地が富士見市大浅水子であったため水子駅としようとした。しかし水子には流産した大事を指すことから印象がかしくないため響きの似た 水穂を用いて、水穂台とされた。水穂には稲を意味する、水穂、水穂の意があり、特に前者は、日本の美少ともされる。水子という地名の由来の説は二つある。関東では1月1日、水谷停留場を設置し、貨物運輸営業を開始、地方鉄道駅設置。関東1927年1月27日、富士見市広報。 広報富士見1992年4月号、駅情報東武鉄道、統計富士見富士見市レポート関東、交通広告協議会埼玉県統計年間、埼玉県、門川日本地名大辞典編纂委員会、門川日本地名大辞典11埼玉県、門川書店、1980年7月8日、1141ページ。i s b n 四十億四千一万千百四 富士見、発見、三31、市内の地名水子、針ヶ谷地区、富士見市役所、2017年12月6日閲覧、ありがとうございます。